うわ、でかバスバス、やばいやばいあー横、うわ横来た、うわでかっ、うおマジかよ、やばい、これマジでけこれは事件だです。まずベイトでちょっと探っていこうかな。羽がいいのか、何がいいのかわからん。が釣れるかわからん、うん、これ今使ってるのがレアリスのバズベイトなんですけど、これめちゃくちゃ飛距離が出るんですよ。風の抵抗多分あると思うんですけど、そこまで受けなくてめちゃくちゃ飛んでいくんで、これおすすめです。であとこれ巻いてると、巻いてる方側から見ると左の方に寄ってくるんですよ、このプロペラの関係上。なんで、まあ、左に寄るからルアーがおかしいとかじゃなくて、ルアーそのものの性質なんで、まあ、岸際とかを狙ったりするときは自分が投げる方向に気をつけて、例えば自分から見て左に投げれば左に寄ってくんで岸際ギリギリを攻めれたりで、右の方を投げると岸からちょっと離れていくような、逃げていくような感じのアクションができるんで、それはちょっと対応してもらって使ってもらえばいいと思うんで、これめちゃくちゃ飛ぶんで、しかも釣れる、おすすめです。で今回釣れてほしいな。でこれ今左に投げてるんで、左はもうほんと岸際ギリギリに寄ってっちゃうんで、あんま寄りすぎると見えないんですよね、これ。結構ここのポイントは岸から沖合にかけて、岸からだいたい 2-3メーターぐらいのところに杭がポツ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 水中にあるんですよ。でそれについてるのも狙えるし、岸際で待ってるやつをちょっと今狙ってるんですけどね。で上に木があるんで、木から落ちた虫とかも多分捕食してると思うんで、羽物でもいいかなと思うんですけど、とりあえずバズベイトで巻いていこうかなと。音がいいね。この音が。波紋が取った。
でかい、マジでかい。50ぐらいのが俺。うわ、でかっ。バスバス。やばいやばい。やばい。あー、横。うわ、横。うわ、マジ？何できた？ビッグベイト？持ってこよかった。嘘。うわ、やべえがそれ。40ぐらいか。めっちゃおるってマジで。すげえじゃん。これで見た。マジか。いくつだろう。あ、40ないか。でかい、マジでかい。やばそうや、マジで。何も反応せへん。追い食いしとるな。またイナポ連れたし。ちょっとイナコしか釣れへん。うわ、でかっ。乗った。めっちゃでかい。うわ、マジかよ。めちゃくちゃ。やばい、これマジでけ。これ、なんやこれ、バス。わからん。バスやったらでかいよ。やばいやばい。何やこれ。いや。バスバスバス。シーバス？え、なんか。シーバスやん。シーバスやん。あ、バスか。シーバスやん。シーバスやん。マジマジマジ。バスでしょ、これ。よ、あげる。シーバスやん。え？シーバスやん。やば。シーバスやん。あと動画は。やば。測る？結構。シーバス多いわ。な。二個倍に盛るとは聞いたことある。やば。え？何あんの？え、60あるの？ああ。57。取らねえよ。取りたい。
これは事件だ。やば。いや、多分綺麗に撮れてないな、これ。うん。ジョイクロ腹がかり。やば。よっしゃ。びっくりした。びっくりした。事件。